4月7日、Google 参加の YouTube は、東映と協力し、動画クリエイターの時代劇制作を無料で支援すると発表しました。今回の企画では、動画クリエイターは無料で東京にある東映の時代劇撮影セットを利用できるほか、プロからのアドバイスも受けられます。 時代劇は大掛かりなセットが必要なため、これまで大手の制作会社しか作れませんでしたが、今回の企画によって個人のクリエイターでも時代劇の制作にチャレンジすることができます。YouTube アジア太平洋統括部長のデイビッド・マクドナルド氏は、クリエイターの支援はとても有意義なことだと考えています。 今年創設10周年を迎える YouTube はさらに品質の高い動画の誕生を願って動画クリエイターの支援を進めています。この企画は今年の5月20日まで続けられる予定です。 新東人テレビがお伝えしました。